皆さんこんにちは、ペトルでございます。三国志の9ですね。続きやってまいりましょう。どっちから行く？上から行こうか。忘れてた、張温さん。褒美も忘れてる。
さあこれでいいかな。あとは、輸送かけちゃえ。ああ3万もいらん。ああだいぶ標語ね落ちてきたね。早いな減りが。でここは、800超えね。
よし、回しちゃおう。さあついにね、南蛮の城を落としにかかりますけど、戦力的にどうなんかないうのはねあるんですけどね。どうやろ、何ぼやったっけ、ホースター。ああ賢い方やからそんなに武力が高くない。おお、勝手にいただきました。半分以上やったワンターンどうでした。調査を落とした。
まあ再び徴兵か。勝敗狙いに行ってもいいし、勝敗少ねえもんな、勝敗回避とね。たまに劉備さん行ける時あるけど。500超えが一つの目安やで、あの民心ね。
なんだよね。3000か5000くらい。あ、1万3000もいた。結構気づいたな。ビビったらもんやけどね。800ね。あ、うん、またお時間がねちょうどごめんなさい、ちょうどよろしくなってきましたね。ではもうでも終わりか。あー、ここは賃料やってなかったな。はい、ではここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。